首位阪神を横浜巨人が猛追。小野瀬ファンの反応。阪神横浜巨人の三つどもえになるんかな。大勢毎試合打たれてんな。阪神は終わりよ BEE クラスや。でも横浜貯金銃から増えないし、貯金銃の時どんだけ負けてるねん。横浜と巨人は強いね。総合的に戦力ある。阪神は打力がない。中日ドラゴンズはいつ浮上するんや。阪神は貯金13か。いよいよやな。マジで今永1ヶ月遅れなのに今日の関東で規定到達したんやな。阪神はもう9月なのか。早いな。何気に中日負けててくさ。やっぱり中日か。岡本冷えたら巨人終わりだな。阪神の維持やばいやろ。ウォーも半端ない数値になってきてる。横浜の天敵伊藤とハマスタバフ横浜打線、どっちが勝つかおもろいな明日。阪神ってなんでノイズ使ってんの。しかも近本中野と大山の間で。シューベの呪いってすごいよな。迷信だっては勝ってるのに実際に落ちるもん。中日落ちてきたな。でも巨人も何気に坂本終わったんだよな。これマジで DE 優勝あるな。そんなかからんやろ。これ肉離れやろ。からオールスター明けには大丈夫そう。阪神本とハマスタで勝てなくなったな。やはり巨人の野手の層は厚いよな。中継ぎ安定したら強い。守備力もダントツ。中日楽天西武ネタになる。ヤクルト空気。なぜなのか。ゾーンはやばかったなハマスタ。まああの悪名高い山地やし。阪神と横浜の差はホームでの試合数だったんやね。中日上げてきたな。横浜は今季ハマスタデーゲームで無敗らしいで。フラグ。巨人がじわじわ上がってきたな。山地、なんでそんなんを。判定のあれを言われなあかんのや。山地はようわからんわほんま。チームが不調になった時に岡田が雰囲気悪くしてのスパイラルになりそうと思ってたけど、ここからどうなることやら。今日のハマスタ球審で一番ヤバかったのはカーブ系かたくなに取らないところ。ちなきょやけど坂本離脱で終わりました。お疲れ様でした。巨人までじわじわ上がってきてるの。草生える。立浪ご自慢の宇佐美はコミュニティに敵対の選手や使ってほしい選手、各球団の話などプロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。もちろんコメントと高評価も。